ただいまよりパーフェクト2022第12戦岐阜大会決勝戦を行います。ありがとうございます。さあ、それでは決勝に進出いたしました選手をご紹介いたします。まずは向かって左手側、松田純プロ。さあ、対しますのは向かって右手側、佐伯孝弘プロ。さあ、それでは2スローの後パーフェクト岐阜大会決勝戦をスタートいたします。クリケット501、501クリケット501、クリケットクリケットチョイス3セットマッチ2セット選手となります。それでは岐阜大会決勝戦スタートです。
それではね、少しステージ上でインタビューをさせていただきたいと思いますが、いいですか、言っても大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、では、はい、はい、さあでは見事今期初めて、そして2回目ですね。そうですね、ありますね。そうです、はい、はい、おめでとうございます。大きな拍手お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、今のお気持ちは。あ、今日の使ってるバレルですか。今日あれ伝わらない。そうなんです、これはい、もうちょっとマイクをよかったら使ってもらって。あ、はい、あですね、そうなんですよ、これキリュウ20シリーズはちょっと出ることになりまして、今日使った、いや、このバレル負けてないってことなんです。そうなんですか。照れるなんかもう独自の路線で走っていかれてますけれどもあのバッチリと宣伝も、まさかの優勝者インタビューでこの宣伝する人初めてです、はい、そうです、そうです。はい、もうちょっとじゃあマイクせっかくなので近づけてもらって。もうちょっと近づけてほしいですね。はい、そうですね。こんな感じで、はい、はい、ちょうどですね、はい、3年前の2日前、だから9月の8日に優勝されてからぴったり3年。ってことは、9月がいいってことですね。9月がいいってことですね。そうですね。9月が相性がいいみたいです。そう、9月は負けないってことで。そうですね。で、8月もね、いろんなところで優勝されてますし、かなりこう絶好調ですけれども、最後の、ね、はい、決勝もすごかった。ナインマークが何回。いや、はい、もう強いのはもう知ってるんで、はい、もうどう攻略しようかと、はいはいはい、ずっと考えて、うまくいきましたね。いきましたね。いや、もう本当にね、佐伯プロもチャレンジトーナメントから優勝してからバーンって来てる方なんで、それをこうガンと抑え込みましたね。それを、はい、なんとかこう抑えようと思ってもなかなかこうジタバタしてあったんで、うまく抑えれてよかったです。いや、もう本当に終始お二人が楽しそうな感じで、ね、はい、試合をされていたのがすごい良かったなと思っております。はい、さあもうね、このまま、ちょっとこうランキングの方もちょっとグイッと上がるんじゃないですか。そうなります、ね、どうですかね。今日ちょっと上位者の方がね、早めに、ね、はい、ちょっといなくなっちゃってるんで。いや、まあまあ、でもまだ残りもたくさんありますし、まだ折り返したばっかりなので、はい、もうこれからももっともっと、ね、いろんな選手がこうなっても混戦状態になってくると思うので、それでも気を抜かずに、もう一戦一戦身を削って頑張りたいと思います。ぜひお願いいたします。はい、もう本当にね、男子の場合特にかなり近いので、はい、はい、ぜひぜひ、この後あと8戦ありますから。はい、8戦もあるんですか。8戦ありますので、ぜひとも痩せちゃいますね。はい、頑張っていただきたいと思います。では見てください、最後まで残っていただいている皆さんと、はい、ウェブの方でも、はい、1000人以上の皆さんが、お、そうなんですか。はい、そうなんですよ、ご覧いただいていますので、一言お願いいたします。ふざけてすいません、中身は本当にリアル、なんすか、どうすか。あ、近めでですね、はい、ありがとうございます。なんかこうパーフェクトの優勝ってすごくやっぱり嬉しいものがありまして、はい、今ちょっと泣きそうなのをちょっとこらえてます。藤田さんを真似してる感じなんですかね。っていうのは嘘で、はい、すいません。今日も必死に気絶するのを我慢して頑張りました。来週からまたずっと続きますけども、またこう一生懸命もチームダイナスティ、チームエルスタイル、はい、キリュウゼロ発売になります。はい、それで頑張りたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。大いに自分の時間をしっかりと使っていただきました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。